第36回マイル CS GI 17日、京都、芝1600メートルの出走17頭が14日、JRA から発表。2年前に、後方一騎の末足で勝ち、昨年は、頭差で2着赤敗した、ペルシアンナイトが3年連続です。池江氏が、一番合っていると胸を張る京都のマイル戦で、3旅連隊を果たすの。先週のエリザベス女王杯もクロコスミアが3年連続で銀メダルを獲得。アイルランドの名手、マーフィーを背に得意舞台で、進化発揮と行く。2年前の覇者で、昨年は2着赤敗。このレースとの相性がいい馬が、ペルシアンナイトだ。池江氏も、一番合っている条件ですねと言い切る。今年は5戦して3着以内なしと GI 馬にしては、やや物足りない成績だが、強敵相手の札幌記念後。毎日王冠4着と2度使って、着実に上昇カーブを描いている。追い切り翌日の14日は引き運動で体を、本当に順調に来ています。追い切りでは、ジョッキーも好感触をつかんでくれましたからねと、笑みがこ、叩き3走目で本調子にあると言って良さそうだ。初めてコンビを組むマーフィーも今週の調教で、またがったのが、ファーストコンタクトだったが、相当な好感触をつかんだ。すごく乗りやすかったです。フレッシュですし、非常にいい状態ですね、と、トーンが今年は英国リーディング騎手として大活躍。ディアドラとのコンビでラッソー S を勝つなど。日本のファンにもなお知られた存在になったが、まだ来日2年目で JRA の GI 勝ちは今年は確かにいい1年となりました。ただ、もうイギリスの競馬は終わっていますし、今のことしか考えていません。前回来た時に比べて、今回は、すごい外国人ジョッキーばかり。高い勝率を上げるのは、難しいかもしれん。自分のベストの騎乗をするだけですと、おごる気持ちはなく、謙虚に、日本の競馬と向き合っている。もちろん、ペルシアンナイトのこれまでのレースは、研究済み。ゲートが速い方ではない印象ですが、いいスピードがある。去年が2着で2年前に勝っていますからね。楽しみにしていますと期待を寄せるアイルランド。先週のエリザベス女王杯も2年連続2着と連帯中だったクロコスミアが3度続けて銀メダルを獲得。秋の淀の GI はリピーターに要注意だ。黒柳勝弘。